始まるよ。実はこれテイク10なんですよ。こんばんは、こんにちは、おやすみなさい、おはようございます、はじめまして、みたけです。もうこっから何を伝えたいかっていうのはもう勘が悪い人でもわかると思います。重たい腰をやっと上げて、私みたけYouTube を始めたいと思います。イエーイ。まあ理由は2つあって、まず1点目がここにね、書いてあるっていうか、まあ入れ墨ですね。新宿が大好きでずっと新宿歌舞伎町に住んでたんですけど、まあ10ヶ月ほど前に京都に引っ越してきて、でそうしたら小さな頃から抱えてた生きづらさだったり鬱っていうのが100分の1ぐらい楽になって、どうしてだろうって考えたら、まあ、京都ってすごい自然がいっぱいあって、美しい神社仏閣があって、歌舞伎町今でも大好きなし人生だと思ってるんですけど、気のいい場所があまりにも多すぎるんですよね。でだんだん心にゆとりが生まれて、今までもう鬱が大変で自炊とかもできなくって、大根持つだけでももうなんでこんなしんどいことしないといけないのって思って、お手伝いさんを雇ってたぐらいひどい鬱だったんですけど、最近はああもう自炊楽しいみたいな感じで、あげって感じで、でYouTube ってそういう生きづらい人がこうためになるコンテンツっていうのがあまりにも少ないなって思ってて、じゃあ当事者の見たけがやるべきなんじゃないかなって思ったんですよ。もちろんそういう方じゃなくても、あーいいとこ行ってんじゃん、楽しそうみたいな、私もここ行きたいんだけどみたいな方に、まあ、現地民の私がこう撮ったところとかを、まあ、行くきっかけとかになったらすごいいいかなと思って、ね、お布団から出たいとか思ってもらったらすっごい嬉しいし、であともう2つ目が、私あんまり自分の顔好きじゃなくて、すっごい美容頑張ってるんですけど、今もほらプツプツプツとかできちゃったりとかしてて、でご存知の通りめちゃくちゃ加工狂人だから、 SNS、まあ、インスタグラム、ツイッターとかもう鬼の形相で加工してるんですよ。で動画だとさ、こう加工のクオリティとか下がるわけ、このなライトガンタキしてるけどっていうところで、まあ、現実をさ目にしたらさ、自分自身さしょうがないって思うプラス、なりたい顔にねなるために整形の見積もりをね出してもらったら1000万近かったんですよ。でさ、そんな1000万もさ、ね、ポンって払えないし、払ったとしても2年ぐらいダウンタイムで顔ブクブク腫れて、その間もう寝たきりじゃんと思ったから、だったら今の自分の顔を受け入れるマインドに持ってこうって思ったんですね。それで YouTube をもう大変だよ、こんなさカメラの前で喋るのとか慣れてないし、だけどまずそういう第一点目、自分と同じ仲間がどん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 生きやすくなってくれたら嬉しいのと、まあ第2点目は私に触発されて、ありのままの顔面でいいんだ、顔面コンプレックスがちょっとでも減る方が出てきたら嬉しいなって思っていますね。ってな感じで頑張ります。よろしくね、チャンネル登録いいね、よろしくお願いしますね、むちゃんね、はいそんな感じでよろしくお願いいたします。それではごきげんよう、失礼します。